大使出会い成功祝い金の贈呈式を行いたいと思います。いかに挙式をされたということで、現在は八幡大使の寺田地区で新婚生活を送られています。で今回は、祝いして、はい、祝い金制度ということで、20万円相当の商品券に贈呈させていただきました。まあ、1年後には残りということでございますけれども、まあ、1年後なんて言わないで、ずっと一生仲良くお暮らしをいただきたいというふうに思っています。時に同い年で、で、高校どこなのって言ったら、同じ高校で、っていうことで、まあ、金ですなと。大きいなと思います。本当に心も広く大きく受け止めてくれる人なので、決め手といえば決め手です。笑顔を絶えない、ちょっとホッとできるような家庭にしたいと思います。あ、いいですね。とてもいいです。とてもいい感じです。はい。